合肥の敗戦後、オロチの元に戻った孫権は孫策の反逆と度重なる討伐失敗の罪を問われ捕らえられていた。ほどなく孫権と孫権が処刑されるという知らせが孫策の元に届く。処刑地は小牧長久手。処刑には嫡姬董卓らが立ち会うという。父と弟を救うため孫策は直ちに軍をまとめると小牧長久手へと急行した。孫権殿はなぜ逃亡しないで素直にオロチの元に戻ったのでしょう。戻れば合肥敗戦の責任追及は免れません。この事態誰でも予測できたはず。もしや孫権殿は処刑覚悟で戻ったのでは。孫策様、あなたに孫悟の未来を託そうと。泣かせる話だろ。でも大丈夫だ。親父や剣を救い出す手は打ってやるぜ。孫家の不死、共に形状より脱出せよ。うっしゃ、でかした半蔵。将校もよくやってくれたな。オロチ配下だったことが役立つなんてね。処刑場への裏道を半蔵に教えたらすぐに父様たちを逃がしてくれたわ。さすが腕利きの忍者ね。任務完了。ごめん。よし、あとは親父たちと合流するだけだ。孫家の絆、天下に見せつけてやるぜ。軍を抜け出した親父たちを合流しねえと。大変、父様たちが追っ手に囲まれているわ。とよし、と待ってろ親父、今度こそ助け出せ。これが相手になるぜ。はっ、敵の守りは固い。ここは我らがおとりとなりましょう。我が部隊は中央に出て敵を引きつけます。今度は負けねえからな。はっ、敵将成敗いたしました。冴えているな。北の砦では俺が引き受けたぜ。そんな、嬉しいぜ。俺たちは南へ回り、親父を救い出す。行くぞ。孫悟の縮小、侮るなかれ。せい、せい、我が兵を失用してくや。父やられた。せい、敵将、成敗いたしました。やるな。いい感じだぜ。父様たちがいるのは西の砦よ。参ります。急ぎましょう。だ、だ、ランがお守りします。や、魔王数攻め立てよ。ここで引いては孫策様に合わす顔がない。前の相手はこの俺だ。我が力存分に味わうがいい。次は負けない。敵将打ち取りました。おお、やるの。せいぜいあがくがいい。敵将打ち取りました。行きます。お前いつの間にそんな強くなった。行きます。なんて強さだ。敵将打ち取りました。耐えているな。森から解き放たれた虎の恐ろしさ、見せてやろう。今から孫悟の逆襲が始まる。覚悟せよ。おやじ、熱くなってきたぞ。さく、助かった。
剣様が救出された。トラの元に参上だ。私に任せて。やっ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 。敵襲だ。かかれ。わざわざやられに来たか。俺たちももたもたしてられねえぜ。やっ、はい。この大舞台あなた方には広すぎます。せめて美しく散っていただきましょう。やっやっ、はい。やっやっ、はいはい。やっ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 、はいはい。おかげで味わうがいい。これ以上は進ませんぞ。引かねばなるまい。やっやっ、はい。打ち取って。ジョーカー、兄貴として鼻が高いぜ。戦を美しく彩りましょう。お前の相手はこの俺だ、はい。次は負けない。敵将打ち取って。大活躍ですな。休養期間は私のことよ。磨きをかけて出直します。敵将打ち取って。ジョーカー、兄貴として鼻が高いぜ。こいつ、やっ、はい、めっちゃ強だ。敵将打ち取って。鮮やかなお手並み、はい、はい、やっと。いて、ナミお任せを。トッ、トッ、どうまずいの。トッ、トッ、はい。俺たちももたもたしてられねえぜ。戦には頭も必要ですよ。ここは逃げる街。敵将打ち取りまして。お前いつの間にそんな強くなった。ラッキー様に逆らうか。時勢を見るかな。この私に相手をするのに。やからとの戦はやりにくいわ。敵将打ち取りました。耐えているな。やっ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 。いきます。私に任せて、はい、はい。俺たちももたもたしてられねえぜ、はい、やっ、はい。
しろ。はい、はい、なんて強さだ。敵将撃ち取って大活躍ですな。俺たちもモタモタしてられねえぜ。俺が相手になるぜ。今度は負けねえからな。敵将撃ち取って鮮やかなお手並み。出した虎は捕まえて皮を剥いでくれる。逃がしたやつも同罪じゃ。わしの恨みを買うとは哀れなやつめ。敵将撃ち取って。そうか、兄貴として鼻が高いぜ。はい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 、人生投げてない。貴様はここで口当てろ。はっはっ、やった時が貴様の最後だ。敵将成敗いたしました。冴えているな。どう、私の武器あなたを抹殺できそう？モタモタしてられねえぜ。敵将討ち取りました。皆さんの勇者になるなら私舞います。今度会う時がお前の最後だ。やったわね兄様。ランマル、孫悟が分かったか。孫作様の急な行動も孫権殿の意地も皆孫悟と孫悟の周囲にいる人たちのため。孫悟のもとに人が集まる理由が少しですが分かった気がします。